で、これは副交感神経過緊張異常亢進を抑制するっていう、はい、そういう今治療なんですよね。で、薬指の外側の爪の脇のツボから抜くと、アレルギーとか自己免疫疾患とか副交感優位の状態から来る病気に適用できるんですよね。特に帯状疱疹はそうですよね。副交感優位の体質の人はいつ来てもまあおかしくないっていうぐらいちょっとこうね予防してた方がいいですね。特にこの季節、春と秋ですね、季節の変わり目、あと体がやっぱり疲れてる時とかストレスがかかってる時に、結構その、ね、昨日もおっしゃったけど痛みから来たりするんで一見わかんないんですよね。そうなんですよ。整形外科行くんですよ大体の人で、整形外科の人もわかんないから、ロキソニンとか出して様子見てくださいって言って、そうそう、あとは内部の痛みだったかだったりすると、さっき、ね、昨日おっしゃった心筋梗塞とか、はいはい、なんか病気じゃないかと思って意外と見落として、で発疹が出る頃ってもう結構回っちゃってるから、ね、もう経験してないとわからないと思 う最初、ね、初期症状だけ一、回すれば次にもし来た時に、あ、もしかしてって思うかもしれない。見たいですよね、これかって。そう